こんにちは。こんにちは。夫婦です。よろしくお願いします。お願いします。2022年のクリスマス、はい、クリスマスだけなぜかやっぱちょっとやりたいなっていうのがずっと何か仕込みたいなっていうのがありまして、うんうん、去年はホリデーワンピースとホリデーセットアップっていうのをね、そうですね、出させていただきまして、まあ、その記事が非常にまず好きな記事なんですよ。すごく、はい、いい記事で、河川でありながら表面感がなんていうんですかね、しっかりあって肌触りも良くて使いやすい、うん、すごい好きな生地だったので色違いで、そのホリデーで使った生地の色違いを使った同じ形でも定番みたいな形で出したんですね。それを平日って言ってるんですよ。これが平日です。平日の生地って言ってるんですね。それが平日の生地です。ホリデーに対してですから、ホリデーに相対しての平日ということで、平日ワンピースって言われて平日セットアップって言われてるのがありまして、はい、でこの平日の生地がまだあると、はい、ありがとうございますということで、作れるぜってなって作れるぞとなって、今年は平日から平日だけ、平日だけちょっと、違う形の表現したいなと、はい、まあ、この生地がすごい好きなのもありまして、うんうん、作ったのがこちらになります。はい、でこれ平日の元々のワンピースはウエスト切り替えで肩にちょっとギャザー入ってて、フレアたっぷりの、まあ割とちょっとこう、まあクリスマスっていうことも元々があって、割とこうなんかドレッシーというか、レディーライクな雰囲気のお洋服だったんですが、まあ今回はストレート、まあハイネックプリミティブワンピースの形に近いのかな、結構そのまま、いやでもこのカフスの、そうだよね、あとだってギャザーも入ってるし、はい、袖もボリュームあるから、やっぱ2023年の夫婦バージョンにアレンジしてるんだ、うん、はい、私が企画したのはちょっと前なんで忘れちゃってましたけど、もうこのカフスのディティールとか、まあ要はスタイリング、このシルエットの雰囲気はグレーのね、ハイネックプリミティブワンピースを元に、うん、作ったのはこちらになります。はい、まずやっぱちょっとこういう動画で見てほしい。このさ、記事よるとさ、河川なんだけど、この分かりますか、表面がちょっとポコポコしているというか、なんだろう、ザラッとしてて、うん、しっかりこの織りの風合いが出てるんですよね。はい、でこのカフスもこう直線的なラインになってて、ボタンも可愛いボタンがついてますね。私このカフスめっちゃ好きです。このありがとうございます。三角ありがとうございます。でシンプルなシルエットで、はい、あとはまあ生地が、トロンとしてるので、うん、ストレートになった時でもドレープがいい感じに出てですね、まあ、使いやすいワンピースになったのかなと思っております。はいはい、でこれそんなに要は平日の生地があったから作ったんで、まあ、数がないということで、そうですね、再販がしないかもしれないんだよね。再販しないかもしれない。だから平日がどれだけみんなの中で平日最高ってなるかによって平日最高、あ、やっぱ休日の方がいいもんな、平日よりは。もしかするとその、はい、可能性が、うん、増える可能性はあるんですけど、今のところはまあ平日、みんな平日はそこそこでしょ、平日はっていう。あ、見てこのほら、こう可愛いんですよ、裏も。裏地じゃないんですけども、この要は糸のね、裏側がこうなってるんですよね。これあったかいんだよね。で、弁当スリットが入ってます。はい、まあ、夫婦では おなじみの一般的なスリットにするとちょっとチャイナドレスみたいなね、雰囲気になっちゃうから、こうやってジャケットの弁当とかと同じ仕様にしているスリットなんですけども、まあ、これによって割と開いてるんだけども、まあ、歩きやすいし、そこまでパカッと開かない、うん、ボタンもついているので開け閉めもできるようになっていたり、はい、結構便利なワンピース、平日、まさに平日、うん、そうですね、これだからあれじゃないですか、そのお仕事にも全然着ていってもらえるのではないでしょうか。うん、いやこの素材やっぱ美味しそうだよね、うん、さっきの なんだろうな、美味しそう、なんか美味しそうな色してる、これなんか使い勝手良さそうだな、確かになんか見れば見るほど、そう美味しそうね、なんかこのベージュ、噛めば噛むほど味が出る的なやつ、うん、ね、なんか着用したのも可愛かったしね、はい、うん、はい、ですね。でこちらもご質問いただいておりますので回答していきたいと思います。はい、横のスリットは深めですか。うん、結構深いと思う、うん、これ毎回思うんだけど、でもまあ弁当ついてるから、昨日158センチの優香さん来て、わりかしもここの
ところが膝くらい、はい、膝小僧かなくらいのあれだったので、身長にもよると思うんですけど、わりかしあると思います、はい、深いで、シルエットが変わってる、まあ、これはきっと多分前の平日ワンピとの、うん、確かに平日ワンピとはまた違うシルエット、違いますね、雰囲気になってますね。で、身幅ゆったりめですかという質問来ております。これちょっとサイズ見てみた方がいいかな。これですね、すバストで見るのがいいですか。身幅だからウエストでいいですよ。ウエストないです。あ、じゃあそのまんまなんだ。はい、バストが、あ、でも広がってる気がするけど、 S で97、はい、M で101。あ、じゃあ割とゆったりしてる方ですね。ゆったり、一応で、はい、裾周りは 115cm S サイズ、 120cm M サイズっていう感じです。はい、まあ、窮屈なものではないと思います、うん、はい。で、こちら自宅でお洗濯は OK ですか。もちろん大丈夫です。これネットとかには入れた方がいいですかね。まあ、もちろんそうですね、ズボラ度合いによると思います、まあ、確かにこのね、ボタンとかついてるから、うん、ガチャンガチャンガチャンって言っちゃうから、このボタンめっちゃ可愛いですよね。ありがとうございます。はい、で、着丈長いっていうご質問もいただいてたんですが、うん、こちらもあの、あ、長め見上だ、はい、はい、あの、いつもの寸法にしてしまうと短めに見えちゃうかもということで、 S サイズで 115cm、 M サイズで 125cm の着丈になっております。はい、ので、まあ、しっかり長めのワンピースです。長見えするからいいね、うん、はい。じゃあやっぱ調整してるからまあまあじゃないね、思ったけど、はい、それはこの辺見てそうだったんだけど、うん、はい、です。ぜひこれくらいです、質問は。これくらいですはい、という、はい、平日ワンピース2でございました、はい、ありがとうございました。はい、こちら平日ストレートワンピースということで、SM サイズですね、着丈が S サイズ115、 M サイズ125、肩幅が S サイズ36、 M サイズ38、バスト S サイズ97、 M サイズ101、袖丈 S サイズ 60.5、 M サイズ 62cm でございます。着丈が普段よりも 5cmM サイズでも長い、 S サイズでも長いので、結構割と多分、フレアがそんなに大きく入っていないので、まあ着丈が短く見える現象というのがね、あるので、ちょっと5センチ長くしておりますが、いかがでしょうか。グレー の、 あのワンピース、うん、あれと一緒ですよね。形自体はあの実はちょっと違うんですけど。あ、そうなん。このギャザーとかあんま入ってないんですよ、実は。あ、確かに、はい、割とストンとして、うん、夫婦では珍しくフレアがあんまりないワンピースなので、なんかこう綺麗めにワンピース着たいって方にすごくおすすめかなと思います、うん、で、この生地でワンピースはあのフレアがあるワンピースだけだったので、うん、もうちょっと大人っぽいデザインが好きな方にはぴったりかなと。生地どうですか。これ僕は結構好きなんですよね。化繊なんですけど、うん、表面感があって裏も気持ちいいじゃないですか、これ。そうですね、あの 夏と真冬以外は、うん、あの綺麗、春と秋にすごいちょうど良さそうな感じの生地感ですね、うんうん、はい。サイズがなんか割と細く見えそうなんですけど、着用自体はどうですか、はい、そうですね、締め付けてる部分も特にないので、うん、あんまり気にせずに着て着れるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。どっちが好き、これの去年のさ、ちょっとフレアのウエスト切り替えのちょっとこうレディーライクなお洋服と、どっちでも、どっちもいいですけどね、うん、この生地っぽいのは去年 の、 あのちょっとレディーな、レディーな感じのやつ。美味しそうだもんね、この色ね、うん美味しそうに見えてくる、なんかウェハースみたいな、なんか多分そういう感じなのかな、うん、はい、という平日ワンピースでございました。ありがとうございました。